クソジジイの YouTube チャンネル、コメント返しです。松本さんって打ち込みできるの？人生触ってるところが想像つかないです。当時どんな機材を使っていたか教えてくださいと。ね、打ち込みね、僕もね、そういうのできるのって思ってたんですけどね、やってたみたいですよ。なんかシンセ触ってるっていうかね、シンセ触るっていうかマルチ音源みたいなやつで、まあだからデスクトップじゃないんでシーケンサーとかでなんかやってたんだと思うんですよね。何の機材を使ってたかよく わかんないんですけども、まあたまたまあの次に取り上げようとしてる質問でですね、パーカッションアレンジで L ちゃんにシェーカーもしくはカバサ、R ちゃんにタンバリンを16ビートで刻み続ける手法を今でも参考&活用して自分のアレンジに取り込んでおりますと。この手法は何かを参考にされてご自身でやってみようと思ったのでしょうか、それとも完全オリジナルの技なんでしょうかっていうね。でこれもですね、実はその一個前のコメントとちょっと関連してまして、一番最初、まあ何回か言ってますけども、ビーズの1枚目の最初の6曲だっけっていうのが松本さんが打ち込んできたっていうやつなんですけども、必ずカタちゃんにシェーカーもしくはカバサの打ち込みが必ず入ってたんですよ。で、それはなんでかというと、なんとハイハットを入れたいんだけども、ハイハットを入れると打ち込みっぽくて嫌だから、だからなんかシェーカーとかカバサとかを入れた方が音楽的に自然になるっていう、まあだからまだね、なんか12ビットとか8ビットぐらいの時代だし、なかなかそういうリアルな感じってのは出なくて、まあハイハットってのが、なかなかリアルな感じっていうか、うん、ドラム関係がねすごい、だからリアルっていうかな、めちゃくちゃ打ち込みっぽい時代だったんですよ、まだ。なんで彼が必ず8部とか16部とかでカバサを必ず入れてたんですよね。でそれをそのまんま使って、でそれに対して僕の場合は、ハイハットを反対側に入れて、でそれをあのベロシティを割とこう人間が叩いてるみたいな感じでこう変化させると割と自然に聞こえるっていうのがあったんで、だからそれとカバサと、まあだからそういうなんか音域高音域に寄ってるっていうので、まあそれとあの演奏の方法16部とか8部とかっていうのが同じものの場合は、それをだいたいこう左右に振るとそこでこう安定するっていう、周波数帯域的にもアレンジ的にもグルーブ的にも安定するっていうところで、なんで L ちゃんと R ちゃんでとまずはシェーカーとハイハットっていうのを分けるっていうのが、松本さんがだから一番最初のそのデモでシェーカーを全部入れてたっていうのの流れで、そういう風にして、でこれいいなと思って、なんでザードとかそういう風なものも全部そういう風なことをやってたりするし、まあ未だにだからシェーカーとかカバサとか入れるっていうのも、そのハイハットと反対でね、そういうのもよくやりますし、でタンバリンを16ビートで刻み続ける反対側で、それはね、だから L ちゃんでシェーカーをやるっていうことは、基本的にはタンバリンっていうのはずっと出てる、あの入ってるわけじゃなくて、盛り上がるところでこう入るわけで、シェーカーとハイハットっていうのがまあ対になってるわけなんですよね。でそれがまあ L ちゃんでシェーカーっていうことは R ちゃんがハイハットになるっていうことで、でそうするとそのドラムの定位として客席側ってのとドラマー側ってのとね、2つのなんか流派があってですね、まあ基本的にはそれはもうエンジニアで大体その人その人で右か左かってのが決まってるんですけど、僕の場合は客席側の考え方なん でそうするとだから右がハイハット、右がハイハットだからこの結果的に左がシェーカーになるっていう感じで左にシェーカーってのがね、でもそれはだから僕のデモの時とかで、僕のその最初のプリプロの時っていうのはその定位になってますけども、野村さん自体はそれをどっちにしてたのかっていうのはよくわからないんで、それは聞いてみないとわかんないんですけども、左でシェーカーっていうことはまあ右で、だからそういう客席側の定位だと。それに対してまあタンバリンを16ビートで刻むってなると、割となんか4拍目だけとかだと真ん中にやったりとかね、そういうこともしますけどね、生ドラムだとするとそのシェーカーとタンバリンっていうのが、打ち込みになるんで、そうするとハイハット側に寄せた方がなんかちょっとズレが出てなんか揺らぎになっていい感じになるっていうのもあるし、なんですね、なんか R ちゃんがタンバリンなんですね。まあその辺はだからあの僕というよりは野村さんがなんかそういう風にしたみたいな感じです。でもまあ何かを参考にしたっていうのはないです。でご自身でやってみようというか、たまたままずはハイハットの音がしょぼいからカバサを入れたっていうところ、シェーカーっていうかね、松本さんはだからカバサって言ってましたね。なんかカバサを8部とか16部で入れるんだって言ってたんで、そっから始まっています。なんでオリジナルの技ってじゃあまあ誰かの真似したわけじゃないけど、オリジナルの技ですし、まあでもみんなやってることだと思うんですよね。はい、そんな感じでだんだん深い話になってきています。ありがとうございます。